Metropolis. ドカンと行くっす。シングルスプレッシュパラダイスエピソード、あやめの商売繁盛大作、リーダーたちの痛い痛いのサプライズ夏祭り、この夏日陰のサプライズ夏祭りエピソードを選びましょう。眩しい太陽、刺さるような日差し、蓮華お姉ちゃん暑苦しいんだけど。で、夏となったら当然夏祭りだな。そうと決まれば話は早い。祭りの準備と行こうじゃねえか。私は手伝わないからね。浴衣を揃えるのはわしに任せてください。購買部にも協力をお願いしてみます。ありがとうな夜桜、なるべくこっそり進めてくれ。あくまでサプライズが重要だからな。いくら水着とはいえ、頭のてっぺんからつま先までびしょびしょにしちまえば嫌でも着替えるってなもんよ。なるほど。では更衣室には浴衣しか置いておかないようにしておきます。よっしゃ、祭りの準備を追っ始めるぜ。カロ、相手をしてやる。よっしゃ、びっしょびしょ大作戦始めるぜ。おっと、やっちまった。
しな。着替えはちゃんと用意してあるからな。宴はまだまだ終わらねえ。よっしゃ、熱いぜ。よっしゃ、行くぜ。になっちまえ。冷たい。そうかいそうかい。それじゃあ着替えた方がいいと思うぜ。別に水着ですから困りません。私も反撃します。着替えた。お楽しみが待ってるぜ。宴はまだまだ終わらねえ。よっしゃ、レッツスプラッシュ。さあ行くで。5、4、3、2、1 PBS 日陰ナインステイ。一応私と勝負だ。わし眠たいんだけど。じゃあちょうどいい。冷たい水をかけて目を覚ましてやるよ。それはありがた迷惑やな。全力で抵抗させてもらうで。死の子の言わずにそれ、びしょびしょになっちまえ。頼むで。
残念。召喚するぞ。はい、つばりださん。よっしゃ。刺激が強すぎたかしら。燃え尽きちまった。あー、残念。これが悔しいってことなのか。こんなに暑い夏だっていうのに寝てるなんてもったいないぜ。宴はまだまだ終わらねえ。よっしゃ。巷で噂の変態びしょびしょマは。で、誰が変態だ。私はただみんなとウォーターガンで勝負をしているだけだ。半ば無理やりびしょびしょにさせていると聞いています。そのような変態行為は見逃せません。どんな、今日も激しいね。私としたことが。これでイカルガもお着替えタイムだな。順調順調。全部出し尽くしたわ。よっしゃ。亡霊沼よ。私の成果をお見せしましょう。5 4 3 2
お前もびしょびしょにしてやるぜ。喜んでお相手しましょう。ですが、なぜこのようなことを。それは後でのお楽しみってやつだ。何かお考えがあってるようですね。帰るぜ。ですが、手加減しませんよ。火事と喧嘩は祭りの花だ。全力でかかってみな。やっちまった。だりゃー。私が正義が見ないで。よっしゃ、これで準備が整ったぜ。それじゃあ行くぜ。こんなサプライズなら大歓迎だ。せやな、わし感情ないけど楽しんでるで。夏祭り計画は大成功ですね。夜桜の協力あってこそだ。感謝だぜ。ええ、皆さんが楽しそうで何よりです。お姉ちゃんったら一番大事なものを忘れてるじゃない。一番大事なもの。ああ、そうだった。行くわよ、花火お姉ちゃん。638698×276万3987は、まずは 6×2 で、それでその、わからないっすこれだよこれ。やっぱ祭りに花火は欠かせねえな。大事なところが抜けてるんだから。感謝だぜカフル、さすが私の妹だ。分かればいいのよ。さあ、まだまだ最後まで盛り上がっていくぞ。Oh!